Hiroshi desu. Kono kōdai na uchū o sōzō shita no wa nani o kakusou ketsu kakusou kono boku de wa arimasen keshite. Sunako-chan ga ready になったらどんなだろうね。無理な想像すっと頭パンクすんぞ。いや、人類の発展は想像から始まるものだ。それって想像できなきゃダメってこと？家賃を払う皆さんしか想像できません。だよな。ぜひお友達と一緒にいらしてください。早くあなたの顔が見たい。さゆりさん、温泉に行きませんか？わっ、温泉2泊3日宿泊交通費ただ。マジ行く行く行く。しかし、なんでまた？それなんだけどさ、彼女が言うんだよ。あなたがいてくれるだけで旅館の仕事を頑張れるし、疲れも取れるから来てほしいのでさ。おかみだ、今度の彼女ビバおかみ。2泊3日、その間私はここに一人っきり。届かないっす。ビバおかみ。こうしてはいられない、愛しても入れられない。まだ見ていないホラー見で惜しくてわかりてこなくちゃ。ホラーだ、ブラッドスプラッター。スプラッタースプラッタ、血が出る人死ぬアグロイ、裂けるお肉砕ける骨骨ぐちゃっと飛び出す。 あんまりだ。楽、ごめんね。ゲームしよう、ゲーム。時刻表を調べてから。スナコちゃん、笑って笑って。お弁当にお茶、季節のマヨネーズなどいかがですか？欲しいんですけど。というわけで席変わってよ。
コヘ君。あ、それだけは。やだね、邪魔すんなよノイ。おいおい、竹永と二人っきりになろうったってそうはいかねえからな。ふざけんじゃねえわよ、倒すよあんた。おい竹永、イカお食べ。いいな竹永、ノイちゃんと一緒で。ねえランマル、ランマル、うん、なあどうかしたの。あの、もしお暇だったらあっちでトランプでもしません。おいランマル、お呼びだぞ。俺は、いや、どうしたんだ。女大好き百戦錬磨のくせに熱でまんのか。ランマルが死んじゃう。与えるのフォローなしかよ。今回は本気ってことさ。なぜなら頭がおかしくなった時の対処。席変われてんのよ。くせえ、絶対やる。ランマルの先生の思い出よ。お前なんだ。すっげえ、いい旅館じゃん。だろ。いらっしゃいませ。お待ちしておりました。すっげえフェロモン。さすがランマルの。どんな男もイチコロって感じだ。竹中くんも転んじゃう。来たよ、さゆりさん。嬉しい。では5名様ご案内よ。でも名簿には6名って。失礼しました。自爆霊かと。お構いなく。当館は露天風呂の他にも大浴場、内風呂にも温泉を引いております。どうぞごゆっくりおくつろぎください。なんだかすいません、ランマルに便乗しちゃって俺たちまで招待してもらって。あら、いいんですよ、ランマル君のお友達なら私にも大切なお友達と思っていますから。それでは失礼します。さゆりさん、いつ二人になれるかな。仕事が終わる頃呼びに行くわ。それまでお友達と楽しんでてね。じゃあ。どうしたのランマル。なあ綺麗な人だろ。あんな細い体なのに女将として旅館を切り盛りしてるんだ。俺が支えてあげなきゃ。うわ、すっげえ広い。景色最高。露天風呂は24時間か。あ、卓球もある。無視すんな。とりあえず一風呂浴びっか。賛成。お前らな。あら、スナコちゃんは。そういえば確かに見たんです。お風呂に幽霊が。長い髪で面白くて。そんな、女将さん。それ僕たちの連れです、多分。そして人間です、多分。お風呂行ってたんだ、スナコちゃん。なんであいつは目立たないのに目立つんだろうな。やっと一人きり。なんだかんだ言っても温泉はいいわ。なぜだか誰も入ってこないし。ここなら眩しい生き物も。スナコちゃん。そんなに驚かなくても。だからね、スナコちゃん、恭平くんと二人で行動してほしいの。絶対に嫌。お願い、邪魔なのよ、あの男が。どうしても竹永くんと二人っきりになりたいの。浴衣で、下駄で、温泉街をカロコロと歩いたりなんかしちゃいたいのよ。こんな感じでポワーンと。あ、このお土産かわいい。どれ、買ってあげるよ。え、いいの。もちろん、さあ、つけてごらん。どう、竹永くん。よく似合う。とっても可愛いよ、ノイッチ。竹永くん。ここから二人きりの世界へ、いざ行かん。あなたとならば、たとえ火の中、水の中。なんちゃってなんちゃってな。これはスナコちゃんにもいい話なのよ。私が竹永くんの恋人になったら、私もあの家に住むの。そしたら家事なんか全部私がやるから。スナコちゃんは一歩も部屋を出なくてよくなるわ。一歩も部屋を出なくてよくなるわ。よかった。
シャンプーのいい匂い。竹永幸せかい。あ、スナコちゃんがあっちの世界に。ノイ、てめえ温泉で何した。ビク、なんで知らないよ。つかどうしよう。眩しい生き物と二人きりなんて無理。でも乗り越えれば永遠の孤独が手に入る。ダメ、その前に朽ち果ててしまう。みんな、この先のことを考えれば。スナコちゃん、ご飯先食っちまうぞ。ヒロシ君、アキラ君、ジョセフィーヌ、私に力を。の、この刺身うめえ。ほら、竹永、あんって。よせって。あ、しないで、竹永くん。ご飯の感想はいかがですか。スナコちゃん。飯食ったら寝るだけだもの。これさえ我慢すりゃいいんだわ。ねえ、竹永くん。ご飯食べ終わってから言う。変なノイチ。飯食って寝る、飯食って寝る。あ、何これ。これ嫌いだからお前が食え。これも食え。あ、これも、これも。スナコちゃん頑張って。サンキュー。スナコちゃんスマイルスマイル。私お部屋に。ダメ、スナコちゃん。限界突破。死にます。もう無理。スナコちゃんお願い。私はどうなんのよ。では皆さんお休み。何言ってんだよ。お布団敷いときました。ごゆっくり。さすがプロ。いつの間に。夜はこれからじゃないか、ハニー。卓球やり行こうぜ。むごい。帰る。もうダメ。今すぐ東京へ。うわ。帰る？そんなに帰りてえなら卓球で俺様に勝ったらってのはどうだ。勝ったら？そう。セーフティーボックスの鍵は俺様が持ってる。そしてその中に帰りの交通費が入ってる。その勝負受けて立ちます。勝負！勝負ラケット選びのエチケット。これで十分っす。バツ。てかバッチリな。おい、スピード重視のレディは木目の詰まった軽めのペンホルダーラケットを選んで強烈なスマッシュを打とう。パワー重視のレディはスポンジの厚いシェイクハンドラケットでバックでもフォアハンドでもガンガンいけ。でもラケットが何であろうと基本は腰。キュッキュッと動く腰のリズム。キュキュッとな。レディは卓球やんねえだろ。まあでもスナコちゃんが元気になってよかったじゃん。皆さん、手前どもの宿はご満足いただけてますかしら。はい、温泉も素敵だしご飯も最高でした。それは何よりでございます。どうぞごゆっくりお楽しみくださいね。ランチョ、ちょっと。今度ばかりはあの人に本気みたいね。ああ、あいつはいつもそういうの。そうかな。もうすぐ仕事終わるから
奥の部屋で待ってて。さゆりさん、もうたまんねーす。待たせてごめんなさい。ああ、板長さん、明日の仕込みのことで相談が。お幸せに。私の勝ちですね。なわけあるか。俺の勝ちだなあ、ユキ。引き分けかな。なに、だってだってだって、早すぎてボールがよく見えなかったんだもん。仕方ねえ、悪く。竹永くんと、竹永くんと。竹永、部屋に。け、け、決着つけましょうや。おお、さあ。同じにいつもの気絶か。はあ、大丈夫でございますか。すぐに救急車を。ああ、大丈夫です多分。それでは氷でもお持ちしましょう。すいません、あの番頭さんですか。私、ここの主人でございます。ではお部屋にお持ちしますので。あ、本当にお気遣いなく。いえ、すぐにご用意を。あ、俺も手伝いますから。優しそうな人、あれがあのおかみさんのご主人。女房の浮気、亭主は知らずか。さて、俺がこいつ見てるから、二人で散歩でも行ってきたら。どうしちゃったの恭平くん。そうで、どうする。でもいいな、スナコちゃんってば恭平くんにお姫様抱っこまでされて。注文しちゃったしね。ほんとよ、うらやましい。ここカラオケあるんだって。え、奥にカラオケルームがあるらしいよ。これはどうしたんだユキ。手伝いいらないからって割引チケットをもらっちゃってさ。そうよかったなユキ。うん。なんでお布団が。あ、
あ、起きた。ノイトなんか企みやがって。こっちは全部お見通しなんだよ。バレてる。ま、え、あの奥手男相手じゃノイも苦労するわな。お疲れさ。あいつら今頃あの辺歩いてんじゃねえか。え、見えない。こっちから見えたら怖えって。もう電車ないかな。なんだ、ランマルじゃん。脅かすなよな。おい、ランマ、ビッグ、今度はなんだよ。旦那様が、旦那様が死んでる。過剰サスペンス劇場、湯煙流城殺人事件。んなこと言ってる場合か。竹中たちだ。なんだそれ。血がいっぱい。次回、人を雪国混浴殺人事件。スナコは見た。血塗られた狂気と生死体。秘伝の温泉は湯煙、血しぶき、恋しぶれそうなあだまな散らす。心なき鬼の刃を振りかざすのは、般若の目を持つ。全くもって違います。後編。